諸君らも知っているだろう。インドシナでの我が国の撤退、その原因はたった一人の少年だった。これは我が国にとって極めて憂慮する事態だ。情報によると、例の麻薬地帯でゲリラ相手に戦闘を繰り広げているらしい。もし彼を放置すれば、近い将来必ず我が国の自由を、そして民主主義を脅かす脅威となるでしょう。少年であろうと何だろうと、即刻抹殺すべきです。抹殺とは穏やかでないな。我々アメリカの民主主義には似つかわしくない。せめて排除というべきだろう。アホー。